にアルビーがいますが、クラウドバーストを叩いて、これアルビー一旦距離を置きます中央、はい、この位置クロー選手張り付いてますね。ここに気づけているか。アフターショックピザ前です。ピザ側を警戒してますね。勝負、まずヘッドショット、竹下返す、カバーに来た。クロー、うん、しっかりカバーして奥のアルビーも倒しました。人数差有利なのは4対3、日本代表アブソリュートジュピターです。ここから見てくださいよ、もうエロングも詰めてる。なるほど、キング選手来ません、ね、竹下は見ています、うん、なんで A と B が同時にここで詰めてるのか一番怖い話。ここで取れればゴーストの距離、まあでもバレたので相手もかかってきますね、はい、さあここ追いかけるように、いやアブソリュートジュピターはもうそのまま A のアプローチでしょうか。ただこれヘブンが怖い、裏取って、うーん、スタックスヘッドショット、ラフター下のレイター抑えます。3対3、いやうまい、設置に入る。30秒釣りましたよ今、スパイクが設置です。これノー警戒からスタックス、ダブルキル、バースが返して、クソン2、この速さはさすがですね。黒ラフター下、時間を稼ぎたい。お見事、勝負に行く、スリーでも勝負、パラノイア、フラッシュポイント当たってる、完璧完璧、見事ですね。まずは日本代表ファーストラウンドを取ったのは出てますね、ゆきさん、キングが取ってるのかな。いやあのワインの位置ちょっと怖いですね。ただレイタも警戒しています。アフターショック、いい、ね、出てきたところ、アブル出した、素晴らしい連携です。これまずはパーソピック、5対4、素晴らしい、 A に入っていく、フラッシュポイント、ラフターした、警戒したいところ、ちなみ見えたところ、うん、ラズが抑える、2人で倒しました。5対3、人数入りですよ、削られたくない、落ち着いて守り抜きたい日本代表アブソリュートジュピターです。3シャッターが割れました。セカンドラウンドね、有利ですから確実に削られることなく取れたらいいんですけど、これビジョンストライカーズも慌てず詰めてきます ね、 ゆっくりとゆっくりと顔出すを待ってるようです。ロンガを切って勝負、黒2人目さばけない、うん、バスがカバー、サックスがレイター落として、いやこのカバーの速さはビジョンストライカーズもさすがのエコラウンドとは思えない、そんなプレッシャーのかけ方でした。しかし最後来ましたね。さあそのままテールウィンドル入ってくる、メインすら進めない、ロビーで抑えにかかった。いやただこの位置に入ってしまったのでアルビー見れないか。なるほど、4対4、正面での打ち合い、どうだ、アルビーダブルキル、ここは少し出花をくじかれました。アブソリュートジュピター3名、今の動きは国内でも、はい、例えば2人でもやってましたけど、あのクレイジーラクンダとか、はい、そういうとこもよく合わせてやってましたけど、うん、あのジェットとオーメンがああいう風にパラノイア と、はい、とテールウィンドル組み合わせるだけでああやって最速で A 詰めてきた敵に一方的に倒すことができるという合わせ方ですね、はい、今タケジェゼスト見ましたか。見えてませんか。見えてないと思いますけど、はい、さあすでに、このアブソリュートジュピターアタッカーサイドのスポーンが暴れ詰めてるゼスト、ここでスパイクが見られ、さらにリコンボルト、周囲の情報を奪ってきましたゼスト。ただレイダム同様、相手側のスポーンへ、まあ、2対4、ちょっとだけ武器差があったとはいえですね、はい、クラウドバースト A サイトの裏を詰めようという動きですが情報入ってます。アルビンも無理はしません。いやでもいいですね、レイダー選手あそこまで入れたのは大きいですね、はい、立ち回りが噛み合えば裏を取れたり横を取れたりするチャンスがこれで生まれました。頑張れば 2-on-3 にできるかもしれません、はい、でもいかないかな、これ行かない判断かな。シャッターも閉まっています。うん、行かなそうですね。竹 J も無理はできません。うわ、残りは10秒、この3ラウンド目は韓国代表ビジョンストライカーズへ一本譲ります。日本代表、うん、やはりちょっと初手からこの A メイン非常中リンク、今度はそこ中央リンク、いやでもいい、いいフォートラインから、さあゼスト、うん、そして黒返す、ゼストダブルキル、ラズ、そして竹下は間に合わないか。アルビー壁抜きでデータ落として2オン4、いやあまりにも攻撃的ですね。そうですね、 A の次は中央、いや B へという、そしてオールドローンでスポーン側をチェックします。ここでバラバラに行きますか。あーバレました。いやーこれはちょっと動けない、うん、まずは竹下1人さばいて、ラズ抑えられる、ゼストトリプルキル、ショックボルト、うん、足音的にもバレてます、ね、オフアングル、アルビー、ここは強気、テールウィンド、これができるのがジェットの強みですね、やはりクラウドバースト、時間を稼ぎます。1名削られた日本代表、ラズは A での勝負。あ、壁抜きましたね、かなり削りましたよ、かなり。お、竹下、ナイス、カバーします、返して4対4、今 B1 なんで、チャンスではありますね、はい、ウォーターハウス気をつけたい、フラッシュポイント、プレッシャー、ダーカバー、お互いスモーク中、うわー、竹下、よし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 、あとは中、
ボードの中に一人ディスミス様子を見たい。やつゼストが守り抜く。うわーパスがカバー2オン2チャンスになるか。全然間に合いません。スタックスが取りに来ます。接中味方と距離空いてたじゃないですか。警戒するのゼスト詰めますか。レイタ呼んでいる。まだファーストボール取れた。まあさすがにね、さすがに負けないですよ、はい、ここはレイタですよ。間違いない。ほかげですから。そして RD は、いや RD もいるんだよな。ツリーへやらず。ここヒヤッとしたシーン。これでアクションを起こしてもう一回 B 攻めかな、はい、RB もブレードソーも切っています。うん、ラフターウェイ。アブソリュートジュピターも少しここは場所を変えていきます。そうですね。ただこれで合計今2箇所、はい、1回アタック仕掛けたことになりますので、かなり相手は寄りにくい状況は作れたと思いますよ。ローテーションして B バサミ中央マーケットも取れています。ローリングサンダー返されて硬直。よしよしよし、返さらずカバーでしっかり倒せれば OK です。ニューラルセクト、うん、確実にこのラウンドを取りたいですね、はい、RB そしてサックスの位置は分かっています。それでもサックスか抑えていく。 RB サックスダブルキル。残ったのはレイダー1オン3。抑えきれないか。クラシックに持ち替えた RB。 レイダーモータース。うわー恐ろしいなこれ。スパイカメラで見られている。キング落として、うん、ただちょっと接地は、うん、そうですね、判断ですね。ここはキープの判断です。いやー取れたと思ったんですけどね。今のスタックスが全部ぶっ壊しましたね。そうですね。そしてカバーリングに来た RB。 あそこで3名を、いやこれで置かれたので飛び出す。 RB 謎を落とします。後ろの謎がやられてしまいましたね。なるほど、ちょっとタイミングずれました。アブソリュートジュピター、ビジョンスライカーその積極的にこうワンピック取りに行きますよね、はい、今しかもカバーまでちゃんとつけてましたから。そして RB 今度は、いやガーデンへキャットからの進行を許しません。うん、削られた竹ジェ体力は5。うん、武器的にはレイタが抜ければというところですね。スタックスはフォールトラインを構えています。いやー A メインへ何かワンアクションあれば。いやーここで入りましたね今。さあ少し硬直、ショートから竹瀬進行していく。もう一度覗く RB。 いやー見事見事なテールウィンド。しかしその隙間からちゃんと見てますね。レイタの動きは見えている。うわー頭1個も完璧。韓国代表の6が選手がまた同じく勝負ですが、こう取ったの RB。置いてる方がやっぱ強いですね。うん、そしてそのままゼスト迷わずオールドローン。ここでバースの位置を使います。むやみには壁を抜いてはいけません。 B ロビーへのおそらくショックボルトを狙った動きか。タケジェはすでにツリーを取っています。一旦引きます。うん、日本代表アブソリュートジュピターは4名で中央へ。人数差ができたときは大体こうやってアブソリュートジュピターまとまって動く傾向にあるので、いやただこれはどういうふうに、まあそうですね、まとまりますね。はい、マーケットからの B ジョインでしょうか。そこにはゼスト、そして RB がいます。いやこれこのままスポン抜けますか。いやゼスト読んでるか。いや1人倒してからのマーケット、ね、スタックスバース返して、うん、一時交換。3対4パラノイア、後ろから竹ジェ後ろにカバーさせないように見事なリーヤ、うん、置いておくことによってダーカバー挟み込んでいく竹瀬ミスミス。ただまた怖いのはオーリングサンダー、うん、甘えません。動きです。完全に潰す。 RB が目の前だ。うわーここ取ったな。絶賛状態だぞこれ。めまい状態なのに容赦なく当ててきましたね。3対2サイドライキング返して RB1 オー2残ったのはクロー、うん、頼むクロー返せるか。フレッシュポイント追跡の圧が抜かれた。体力が23削れるか。挟まれている。うわーキングが返す。クローを抑えてワンドロップ目から代表。ちょっと待ってくれ。めまい状態の RP はなぜ逆に中入ってきた敵を倒し生存してるのかだ。そうですね、あのタイミングで竹内選手は潰しに行く判断も間違いではなかったんですよね。間違いない間違いない。潰せるうちに潰さないと。よぎだピーナのはバレています。抑えていけるか竹内が。まずはクローを抑える。フラッシュが入ってる。クローを抑えて。シェリフの全然やれてる。ゼスト、あとは中のここを倒さないと。一番怖いよ、一番怖いよここ。
よし、うまい。ワンパン、ワンパンの竹ジェイ。竹ジェイ本当にうまい。ワンオツ設置も完了。いや、オーディ持ってるけどどうせ使わないでしょこれ。ショートステップ、お互いシェリフ。あー、姿見た。ダメージ、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 取り返した。日本代表、よしよしよし、アブソリュートジュピターラウンド3本目。これされるとね、あのアモビリティを無駄に発揮しすぎてしまうっていうところがあるので、はい、お互いスモークだけ、フラッシュポイント、一気に A の拠点を取ったんですが、キングがヘッドショットだけじゃ落とします。スパイクが、いや、この3のラインを通しません、うん、なんとか通って30秒ちゃんと締めましたが、すぐさま破壊。4対5。いや、これ結構難しいですよ。設置後の配置耐えれるか、日本代表アブソリュートジュピター。ちょっとアビリティの本数が足りないですね。スモークから相手レイターは、うわ、でも入る判断、ラズが返して、いいですね。4対3、ミラルセット、位置がバレている、アブソリュートジュピター。 RB がそのまま解除に入る。当たってはいる、当たってはいる、解除し続ける、解除し続ける、なんとか、いや、抑えたが、よし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 、抑えましたね。ラン選手、ここまた RB 選手、武器を持ち替えても毎度前に出てきます。いやー、6-6で折り返したいですね、正直。6-6で折り返せればね、多分ディフェンダーの方がやりやすいと思うんで、アブソリュートジュピターそのまま取れると思うんですけど。さあ、これジェット同士のオペレーター対決になりそうな気もしますが、左側が日本代表というところですが、先に飛び出たのはオーメン、バース、バースがエントリー、先に勝負しかけました。もう分かっていたかもしれない、まあ、やれるという自信を持ってやっていたのもあるんですけど、はい、スパイク持って突っ込んでましたね。いや、もちろんやれるタイミングだったから行ったんですよ、はい、うん、だからあれは結果的に OK なんですけど。いや、見事です。韓国側がダーカバー、これ中央へ進行させたくないという意思だと思います。うん、4対5、人数有利が作れた。日本代表1名多いところ、ただゆっくりとゆっくりと相手の様子を伺っていきますが、残り時間が35秒を切っています。30秒남았습니다。 A の攻め、いいですね。 RB が落ちているだけでかなり気持ち楽ですよ、はい、これ。ワインを切って一気に入っていく。ティア、アフターショックはありますが、クライはしましたが、リコモルド位置はバレていますが、問題は1名消されたかな。4対4かな。あー、すごい、早くスイッチに、設置にも入れています。10勝なまつんだ。うん、ここからどう動くかですね。中で抑えるのか、移動するのか。ほうほう、意外とロングの工藤選手がこう重要ですね。右側を切って、アフターショック、バースもショートを抑えています。プレッシャーをかけて時間をかける韓国代表、ラフターを取られてしまう、うん、ラスが倒される。ホルダーに硬直状態、当たってる、返してますね。いや、でもうまい、レイタ、うん、ナイス、レイタが守り抜く、ワンオーツ、うん、時間も稼げた。そうですね、でも強気に前を取りに行っているという、まあこの武器を生かせるうちですね、しっかり入ってますよね、韓国側も。日本代表としては B に3名、中央キャットウォークを進むのがラズ・タケジェ。これ右の張り付き、気づくかどうかですけど、ちゃんとしゃがみながら出るんですよ。ヘッドショット、ファーストブロット、こういうところなんです。後ろからサックス、ニューラルセクトではありますが、サックス出てくる。よし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 、いいかば。4対3、人数差よりは日本代表、うん、ニューラルセクトも、シルマギアン使えたので、はい、悪くない展開ですね。そして B に寄ってくるのは韓国代表、ビジョンストライカーズ。あ、ここで一度グッと待って A 側行くのかな。ここ泳がせますね、日本代表。30秒남았습니다。いやー、でもグロー選手は遠距離で一人倒してね、あわよくば生存できるような位置に。いや、ロング取られる。うわ、ロング取られますか、これ。ただそこも警戒できてるか、日本代表。パターン的にはクローがロング入るのかな、いつも。おお、でもちゃんと対応した、った、よしよし、設置さえできれば、時間ないけど設置。ラフター上、ラフター上での勝負。ゼストがしゃがんで見ている、竹下が抑える。ワンオンフォー、これは確実に取りたい。ワンオンフォー、そうですね、すべてのエブレスアビリティ入っていかないと。残ったのはキング、ヤスティンが抑えれれば、ユキショさんも言われてた、6対6の折り返し。よしよし、ちゃんと2人で見た。前半ラストラウンドを勝利とですね、日本代表アブソリュートジュピター。中央マーケットから2名、ラズも合流、3名です。スポーンサイドから2名、グローすごいところ行ったな。時間を稼ぐ、ゆっくりと丁寧にクリアリング。 B メインも気になるところです。いや、この丁寧さが、ただ時間をだいぶ使ってるので、そろそろ一気に攻め入りたいところですね。これグロー逆に前に出ていくかもしれません。
フラッシュも入っていない。勝負ラズ、うん、レイター、テストが返して、ビビン、タケシェ、ここを抑える。ワンオンフォー、ワンオンフォー、ワンオンフォー、解除に入る。コートタライター、見事なカバー。解除はおそらく間に合いますよね。お、間に合いました。間に合った。間に合いました、日本代表。いや、このギリギリの時間も含めると3名で守っています。うん、ダーカバー、わ、ここで逆に勝負する。タケジェちょっと判断に迷っています。ジョニック、ポルトライン、ラズ選手が B の中に守ります。リコンボルト、位置は見られている。クロス選手、フラッシュポイントを返して一旦リア、足止め、足止め、相手にプレッシャーをかけていく。うわ、うまい、流れ球が当たった。クロウトリプルキル、タケジェを返して、そのクロウが抑えていく。クロウ A4 ですか、固まってますよこれ相手も。そうですね、 B ラズを置いて他は4名、 A を固めています日本代表。噛み合わせてる A、つわものでしかわからないこのお互いが引き寄せる形。もう早く攻めてほしい。バースがパラノイア、ヘルに入ってくるとこ抑えれるか、バース前に出てしまいましたね。ここ抑えたい、 RB がダブルキル、ちょっとやはり火力が上げたか。いやマジか、4で抑えられないとは。105、ちょっと今足止めと言いますか、抑えることができませんでした日本代表。そうですね、バース選手もパラノイア入れた後、はい、あの黒いコンテナのところに横から入ったんですけど、はい、結果的にワンオンの形作ってしまって相手にやられてしまいましたね。うん、その後またラフターしたと、ね、ワンオンを繰り返しましたよね。そう、一番いいのは、はい、まあ、難しいところなんですよ。黒コンテナのところ手前まで来てもらって、そこをあのレイターと一緒に合わせてクロス組むっていう手もあるんですけど、はい、まあ、そこ相手が同時のラインで一気に攻めてきたので、ちょっとその判断が難しいというふうに思ったんですよね。ラズとしては進めないですし、今持っている武器もスペクターと、うん、いや皆さんもね、おとといのね、はい、クラッチキングラズを見ているので、このクラッチ期待するかもしれないですけど、さすがにいかないですね。そう、お互いパラノイア、どちらも視界が悪い。足が止まっている、ワイヤー引っかかって、アルビンクラッドバースを車線を切って、もうラズがいる、RB ラズを抑えて A に入る、テールウィンド、そして上から覗いたタケジェもキングが抑えていく。ここも A5 名で拠点を取った韓国代表ビジョンストライカーズ、うーん、3 on 5、置かないですね本当に。これはそうですね、はい、さすがに武器は保持して帰っていきますね。オールトライ、いやー、抑え込まれました。時間を使っての A の攻めではありましたが、ピンポイントでパラノイア交換になってしまって、はい、抑えきれないですねこれは。今の攻め方はされると、そうですね、スモークを焚いた中、ラズ選手もまあ張り付きで勝負をしようというところでも、そうですね、抑えなかったです。 RB 取られましたからね。で、竹地のカバーもラフターから早かったんですけど、そこももうすでに車線置いてるんですよね。そうなんですよね、これレイタのワンピック取れるかどうかすごい重要です。止めれるか、うわー、ここでグローがヘッドショットで連打させる。なぜだ、ロリンさんがその発言終わりましたよ。ディフェンス時間を稼ぐ、クロー止めてくれ、クロー、よし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 、もう3人ダブルキル、3対2、十分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 、残りの10秒を持つ、10秒なますんだ、BA 設置、取り返せるか日本代表。いや、ここでよし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 、そのまま解除に。いやー、ヒヤッとした、黒黒、今の黒ですか、黒です。なるほど、 B を守り抜きました。やはりこの一人でこう粘るしかない状態って、はい、最低2人、本リードしてるのは日本代表、アブソリュートジュピター、超ダーカバーで視界を前に行きますが、 RB、タケジェの癖をもう読んでいたか。 RB どっちも持てるんだな。そうですね、オペレーターでもファントムでもと、そしてレイタ選手が B メイン、少し強めにピークしています。情報を奪いに行く、並ぶか、ゼストオールドローンから、いやー、これでラズ選手がバレてしまいそうですね。ラズが見られ、ラズは引く判断、そうですね、当然ここは下がります。スパイカメラ A の進行をチェック、あ、中央ゼスト戻ります。そしてこれまた DA の動きになりそうな気もしますね。そうですね、ただ、はい、まあ、今度こそレイター選手いますから、はい、頼むぞ。だ、位置かなり変えて、これは磯子さんには逃げれない位置なので、はい、だ、急ぎクロー選手がカバーに入る必要がありますね。よし、レイター、ま、よしよしよし、取った取った、スパイクを回収、出れないか、レイタークロードバースト、時間を稼ぐ、うん、念のためのショーティー、
念のためのショーティー、再び前へ。ボートに飛んだのもしっかりと苦労が潰しましたよ。アルビン、その頃すでにガーデンに。ここでヨリを倒す。一気に A に流れ込んでいったビジョンストライカーズは A。 今ラズ選手がやられたことによって、はい、かなり A に対しての情報が手に入ってしまいましたね。 A が空いてると、ローテーションも非常に速い、アブソリュートジュピターも3名で取り返していきます。レイタ選手が A のロング、ロビーからメインです。いやー、ここ体力がないんですよ。いやー、でも勝つ、取ったレイタ。いやでもワインに即座に逃げられましたよ。状況は変わるか。さあローリングサンダー、ここで取り返しに行きたい。いやー、2ビジョンストライカーズ、抜けない。スクロー、ワンオースリー、残ったクロー、テールウィノで時間を稼ぐ。 RB 返しは下がワンオーツー、体力は30。クロー選手、時間もないです。これを諦めますね。引くしかありません、引くしかありません。クロー、これ多分飛び持ってるのはアブソリュートジュピター。はい、これでかなり情報的には有利になりますね。あ、これでもう B も開けますね。あー、そしてこれ裏、あ、これでもうグロー詰め待ちしてる。おー、カットだけぞ。まあさすがに一人が限界ですね。ディグロセクト、アブソリュートジュピターの位置がバレます。うん、そうですね、さすがに A 固まってるの分かりましたからね。ただこれ A 賞の攻めもありえますけど、はい、さあどうする。これ中央、あそこでヘッドを選択する。あー、 B じゃないんだ。中央から、中央から B ですね。レイタもそれを分かってる。一人テールウィンド、うん、時間を稼ぎたい。解体した、解体した。バレてない、バレてない、バレてない、バレてない。バレてない、よし、説はでかい。レイタ落とされる、説がダブルキルされた。ワンオンツー、ローター戦争無理をしたくない。そうですね、接地音聞いてから、はい、立ち回りでもいいですよ。残りは10秒、一人返してワンオンワン。うわー、接地フェイク。スパイクが設置でやすいんだ。右に回り込んだ、ラス選手背中が見えていると。うわー、ショッター、ギリ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 ではありますと。体力も20。メインスナイパーではないというのもあるので、ここで上も怖い、上も怖い。車線スタックスが抜き、もしゃがんでいたから膝が見えたか。これは苦しいですね。 A サイトに入られてしまいます。フリーです。こういうところしっかりとオールドオンと合わせて入ってきますからね、はい、ラズバース、いつでも入れる状況。スパイク探知、サイバーケージで少し相手からの射線を切りながら、アブソリュートジュピター、ショートを突破できるかどうか。クロー、頼むよ。ドクター上、これ、うわ、熱いぞ。いや、抜きましたね、レイダー選手。スタックス、研究してますよ、この辺。そうですね、ラフターショーを抜きました。さあ、パラノイア入ったところ、よし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 、こっちも入ってるよ。ユーラーセット返していく。さあ、ツノスリー、位置は分かっている。うわ、ここでハンザスビール。いやでも時間はね、解除できる。リバースを崩していく、さらにグローが詰める。いやでも解除だ、ここで決め解除するしかない。解除に入る、グローとゼスト、ラウンド10対10、お互い譲らない。ギリギリだ、オルというよりは削りたいのかな。裏を詰められている、まずはバースを落とす。この命中率の高さ相変わらずですね。ブルドッグを回収、そしてラフター上も詰めていきます。レイタが息を殺して待っている、削りきれないレイタ。うん、そして RB がオペレーターを持つ。返す、叩けて、クローが返して、なんとかクロー選手ももちろん返す。ワンオスリー、お、これは、いやー、あの扉閉まってるのか。シャドウス壊さない判断。いや、これでバレてしまうとね、取り返し難しいですよ。これちょっとリテイクするかどうか、いや、多分これいかないと思うんですけどね。サイバーケージ詰めれません。敵の情報がなさすぎる。そうなんですよね。時間を使わされすぎてしまっているので、これは。ここのスタッフさんですよね。ラズが落とされてラウンド11本。警戒もバッチリしてる。武器は2本。フロムザシャドウズで、はあ、キャット引きましたか。いや、これは厄介だな。これアブソリュートジュピター続けてませんよ。クローがローリングサンダーいるんです。さらに当たってる。アルビーが逆に挟んでいくと。マジか。タケジェ、クローも返すか。ワンオーツすぎる。タケジェ時間がもうないんですよ。タケジェしかいない。ハーフまではいける。半分までハーフ。勝負に出る、潰せるか。サックスが守り抜く。マッチポイントは韓国代表ビジョンストライク。パラノイアセット、いや、かなり勝負位置ですね、これ。レイタ
ワンピック取った後のツーピック目がフラッシュポイントは食らってはいません。スタックスオペレーターを超えていく。さらにフラッシュをもらっているクロー、前が見えない。一瞬で崩れた。リセット刺さります。タケジダッカバーにより前に出れない状況。5名での B 設置、3名でどう取り返すか。アブソリュートジュピター、行くしかありません。やれるやれる。日本代表行くしかない。シャッター開けて、時間を使わされてますね。時間を稼ぐパラノイア、受けていたら引くだけ。まだメインにいるのがバースが、ナスが残った。竹地崩されてた。H バップ勝利したの。